最初の自己紹介までつけといて。あ、自己紹介までつけといて。うん、お待たせしました。おはようございます。スネ大学の安藤優太です。これから発表するんですけれど、その超音波測定計というのを使って乱流フラックスを直接測定するという研究を行っています。この発表は、3月に、海洋学科だったんですけれど、それで発表した内容になります。タイトルは、三重大学練習船潜水丸に増設された超音波測定計が捉えた乱流フラックスという題です。で、そのここにある超音波測定計というのになります。でまず、研究背景です。この注意領域の、大気から海洋から大気への影響、大気海洋相互作用の研究というのは最近、多く研究されています。でその中でも、乱流フラックスというのは、大気海洋相互作用の阻害です。乱流フラックスというのはその、ちょうど海と大気とその熱エネルギーのやり取り、熱エネルギー の, この輸送量のことです。ですので、非常にこの大気海洋相互作用を考える上で重要な要素なんですが、これは間接推定による研究がほとんどで、直接観測による研究というのはほとんどありません。でどうしてないかというと、この直接観測には超音波風速計というのが必要なんですが、これが常設されている船というのが、国内に2隻しかありません。で2隻しかないんですが、最近さらに1隻のみになりました。でその遺跡は何かというと、三重大学練習船の潜水丸という船です。でこの潜水丸についてですが、潜水丸はこの2009年にこう新しくなりました。でこの時に超音波風速計というのが常設されました。でこれでその一年中自動で観測を行っているので、現在までの、約3年ですか、のほぼ全期間のデータがあります。このように、いろいろな場所に行っていますが、その間の超音波風速計のデータがあります。で、そのいっぱいあるんですが、今回この研究ではその黒潮に着目しました。黒潮というのは、大量の熱を大気に供給しています。で、具体的には乱流顕熱フラックスというものと乱流潜熱フラックス、この2つです。ですのでその黒潮というのは注意領域の海洋から大気への影響の鍵となります。そういう黒潮なんですが、この黒潮 の, その乱流フラックスに関する研究というのは、間接推定で乱流フラックスを推定する、または一事例のみでその直接、乱流フラックスを測定して研究するのどちらかしかありません。でその複数事例を統計的に研究したものというのはありません。ですので、そのまずその直接観測によって、その複数事例の乱流フラックスを統計的に評価して、黒潮が大気に与える共通的な影響というのは明らかにしたいと思います。でそのまず第一歩として、ここではその黒潮からの距離と乱流フラックス変動に関係があるのか、もう一つ、直接観測と間接推定で求めた黒潮付近の乱流フラックスに違いがあるのか、この2点について見ていきます。で対象期間はその黒潮を航行した5つの事例です。4月から12月、5つの事例を取り出しました。でその、でどの事例も高気圧下で安定した大気場です。でここで言っている SST フロントというのは、黒潮北側の境界線、この位置を、自分でこう割り出して、でその緯度をこういうふうに設定して、そこを通過した周辺のデータを解析しています。で使用したデータは先ほども出てきた超音波風速計、
これで風速、XYZ 酸性分とあと気温が測れます。でそれ以外に、赤外線ガス分析計というので水蒸気濃度を測っています。であと、加速度、船の動きを知るための加速度計も使います。この3つは全部 0.05 秒という非常に細かい時間で測っています。でそれ以外に、船で普通に記録しているこの気象データというのも使用しています。で、その乱流フラックス、今回は乱流、顕熱と遷熱を見るんですが、その計算方法というのは2種類使用しました。まず1つ目が、バルク法と呼ばれる間接推定の方法です。これはこの風速、気温といった簡単にこう観測できる値から推定できます。ですので非常に多くの研究で使用されています。ほぼ、乱流フラックスといったら数値モデルも含めてほぼこれで計算しています。ただその欠点として、このここにあるバルクケースというのがあるんですが、このバルクケースは、理論的に求めた値ではなくて、その経験的に求めたものなんです。ですのでその研究者によってこの係数の値が違うので、その精度に疑問があるとされています。これは今回は清水丸の場合は船舶の気象データで計算ができます。でもう一つがその水相関法と呼ばれる直接観測で使用する方法。これは、直接乱流フラックスを計算できます。ですので非常に精度が高いです。ただしこの、ここにあるようなこのダッシュという平均からのズレの変動成分なんですが、それを観測することが通常は難しいので、これでは普通は計算できません。ただし今回は清水丸には超音波不足計というのがついているので、これでも計算が可能です。で、今回この2つで比較していきますが、こちらを新地として、比較してみていきます。で分かると思う、長崎丸に乗って分かると思いますが、船は揺れます。揺れるのでその風速を測ってもこう見かけの風速が入ってしまいます。それをこのような方法、いろいろあるんですが、こういう方法で取り除いていきます。でそういうノイズを取り除いた後の結果がこれになります。これがまず顕熱フラックス10分平均のものです。でこれは、こっち縦軸が、乱流顕熱フラックスの値です。上に行くほど高くて、そのこっちが正というのは海が大気を温めている状態を示しています。でこの横軸が、その時のその SST フロントからの距離を表しています。でなのでこちらが黒潮側になって、こっちが黒潮北側で、この青色の点で示しているのがバルク法で計算した乱流顕熱フラックスで、オレンジ色の点が渦相関法で計算した乱流顕熱フラックスです。こう見ると全体的にこれ全部5事例を一気にこうプロットしていますが、これを見るとこう黒潮に行くほどこう全体的にこうフラックス、乱流顕熱フラックスが高いということが分かります。これは5事例全部のものなんですが、1事例ごとにこうどういう変動をしているのかというのを見るために、これをそれぞれプロットした時の回帰直線、近似直線みたいなものですが、そういうのを1事例ごとに求めてここにプロットしています。でその時の相関係数、どれだけこの直線関係に近いかというのをこの長さで示しています。この長いほど、この直線関係、この点が直線関係に並んでいる。短いとこうばらついてあまり直線関係にはないということになります。こっちが渦相関法でこっちがバルで、この色はそれぞれの事例を表しています。これを見ると、ですね、この冬この、11月12月この赤とかオレンジですが、これはこういうかなりこう長さが長いということで直線関係にあるので、つまりこの、
これはフラックスと SST フロントからの距離をプロットしているので、その相関が大きいということは SST フロントからの距離にその乱流検熱フラックスの変動が依存しているということが分かります。で一方、その春から夏、この4月、5月、6月、こっちの方は、ちょっと6月は例外ですが、4月、5月について見るとその長さが短いので、この検熱フラックスが SST フロントからの距離だけにそう依存せずに他の要因でこう変動しているということが分かります。で次に、線熱フラックスについてみます。線熱フラックスもこう同じような図です。こっちが SST フロントからの距離で、こちらが乱流線熱フラックスです。それを見るとこうやはりこう黒潮状に行くほどだんだんこうフラックスの値が高い。で それぞれの事例をこう見るとこういうふうになります。で、線熱フラックスの場合はどの事例もこうかなりこう長さが長いので相関が高いということを示しています。ですのでその検熱フラックスと違って線熱フラックスの場合は年間を通してその SST フロントからの距離に強く依存しているということが分かります。で次にその渦相関法とバルク法の差がその SST フロントからの距離によって何か変わっているのかということを見ました。で、これを見ると、これはその渦相関法を引くバルク法という縦軸が、で横軸がその時の SST フロントからの距離を表しています。でこっちが検熱フラックスで、こっちが線熱フラックスで、そのちょっと見にくいですが、この点の色がそれぞれを表しての事例を表しています。で、ですね、まずですね、このちょっと見にくいですが4月と6月の事例を見るとだいたいこの辺りを黒です。まあなのでその渦相関法とバルク法の差がそれほど大きくなくて、しかも一定になっています。ところがこの11月12月の方を見るとこういうふうにかなり大きい差になっていて、しかもばらついている傾向になります。ですのでその冬に渦相関法とバルク法の差が大きくなって、大きくなってしかもばらついているということがあと、この SST フロントからの距離によってその差が変わるかというのはちょっと見にくいですが、この図だけでは違いはあまり見られませんでした。で、これらのことを踏まえて SST フロント付近の乱流フラックス変動がどうなっているのかというのを考察しました。で冬というのはまずこの黒潮上この辺りではその大気が非常に冷やされているので、その温度のコントラストが非常に大きいです。ですので、このコントラストが大きいということはそれだけ乱流フラックスがこう海から大気側にこう強く輸送されます。でなのでこうなんですかね、この温度差が大きいということでそのフロントからの距離に強く依存している可能性があるということが分かります。ところがその夏だと大気が温められます。海も温められるんですが大気の方が明らかに温められやすい。そうなるとその海と大気の温度コントラストが小さくなります。小さくなるのでSST フロントからの距離だけではなくて他の要因が強く影響してくる、特に検熱などのそういうことが考えられます。ということでその最初に2つ の研究目的を立てましたが、まず黒潮からの距離と乱流フラックス変動に関係があるかということですが、冬は SST フロントからの距離に強く依存しています。一方春から夏についてはあまりその
距離に依存しない他の要因を強く受けている懸念するという、そういうことが分かります。で、2つ目 の、 その直接関節と関節推定でその求めたもので何か違いがあるかということですが、冬にその差が大きいのとばらついているということが分かりました。これはどうしてかというのはまだちょっと解析中なんですが、大気のラリルをより敏感に捉えているのではないかと考えています。ということで、この冬の SST フロント付近では水相関法のみで捉えることのできる残留熱フラッシュがあることを示唆しています。そういうことが、この研究によって分かります。